おはようございます、おはようございます。早すぎるございますだな、これはちょっと早すぎるな。6時50分です。いや、目覚ましみたいに言ってた。6時50分、うん、6時51分、うん、あ、たまたま時間変わっちゃった。知らないよ、大概なったすぐの時に言えよ、目覚ましくん。6時50のギリギリで今言っちゃったんで、うん、6時50分、うん、あ、6時51分あって言っちゃダメだよ。なんかあって一番怖いから、つい時間変わっちゃってね、うん、あって一番怖いからね。そのあっていう話で思い出したけども、お次がバンジージャンプに挑戦したことがあってさ、うんうん、仙台の、はいはい、ベニーランドだったっけ。ベニーランドだね。 ありましたね昔 ね、バンジーに特化した遊園地ね。そう、3つぐらいなんだよね。そう、縦バンジー、横バンジー、そうそうそう、逆バンジーとかね。で、縦バンジーを関が飛んで、うん、で横バンジーを俺が飛んで、うん、で最後どうするかってなった時、まあ、うん、なんか結局席が飛ぶことになって、縦横俺全部飛んだんだよ。それ全部飛んだんだっけ。そうだよ、俺横行ったよ。でも、で俺も横行ったって。ああ、そうなんだっけ。お前全然覚えてねえな。で縦横バンジーで横に乗せたら俺だからね、あれで最後飛び降りるバンジー、うん、逆バンジーやって横バンジーやって普通のバンジーえ、チンパンジーは。チンパンジーは逃げた。賢いから。違う、全然覚えてない。え、チンパンジーオラウータンマウンテンゴリラだったんだよ。マウンテンゴリラだったんだっけ。全部逃げたんだよ。あれ、パンジーは？パンジー咲いてない。季節が違ったから。そんでそれがね、たまたま俺が行くことになって、その普通のパンジーを、うん、で、そのあ、お前がか。そりゃそうだよ、お前が行くことになったんだな。なんだそのボケ。覚えてない。覚えてないだろお前。覚えてない。お前覚えてないエピソードトークを朝一語るなよ。で、その普通に飛ぶときに、うん、真下に飛ばなきゃいけなかったんだよね。そう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 、テンション上がりすぎたっていうか、緊張しすぎてもう怖くて、俺40分ぐらい飛べなかったんだよ。あ、そうだっけ。そう、それで下で構えてたカメラマンさんがだんだんイライラしてきて、で、夏場にバンジーやったもんだから、そのカメラを構えたまま下で40分待ってたから、目のところがレンズ型に日焼けしたんだよ。飛ぶのを、えいって前に飛んじゃったんだよ、テンション上がって、あーって行けってなって、下にポンと落ちればよかったんだけど、飛び出したんだよ。降りればいい話を、ビョーンって前に飛んだんだよね。そう、そしたらインストラクターさんが、あっ、つったんだよね。そう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 。あ、危ない、危ないって。あっが出てくるまで長いな、この話。で、関が、その、あっていうのを、とんでもないことしてしまったんだと思って、うんうん、その瞬間、気絶したんだよね。いや、それは覚えてないんだよ、俺は。え、気絶したの覚えてないの。気絶したかは分かんない。うん。ただ、目が覚めたら地面にいたのよ。そんな瞬間気絶して、うん、なんかこう海中を漂うイカみたいになってたんだよね、お前。そう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 、手足がブランっていう、ブラブラブラ。このイカ見えてるかな、あの首都高のトンネルで。全く見えた。全く見えてないじゃねえか。エピソードトークに向かないじゃないか、首都高のトンネルは。エピソードトークのオチが見えないじゃないか今。っていうあでした。遠い、超朝だな。超朝ですね。ビビる。朝日もまだ、見てください、あちらの朝日もちょっとまだ出てねえぞ。まだ見てもう、俺、うわ、すごこんな景色を。もう1時間これ流そうよ。うわ、これにさ、おう、ジブリでオルゴール違法にアップロードしようよ。違法って言っちゃってっからな。言わなきゃワンチャンあるけど。あるよね、たまにジブリのね。あるよ。あるある。あー、もう俺いい曲だなよりも許可取ってねえんだろうなと思う。許可取りの方が気になっちゃって。なんかジブリを流すことによって、なんかこっちはありがとうってなったけど、いや、それ違法だよ。そりゃそうだな。それ違法だよ、遠見さんに怒られる。そりゃそうだな、それ違法だよ。いや、でもまあこの時間ですから。いや、なんだって、本当だよ。何、まあ、今日もズバリですけど。ズバリ新店舗ハンター。なんか番組っぽくなってるな、お前。新店舗ハンター。なんかさ、はい、イッテ Q にでも出てるつもり、自分の番組が。いや、どうやらね、うん、番組とかって売れるらしいよ。バンハンってやつね。そう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 、うん、さあ、新店舗ハンターということで。ちょっとこんな早いの久しぶりだな。そうなんですよ、ま、もう渋滞してんの。うわ、やばいな。6時台、ちょっと待って、もう、え、今もう冒頭開始5分ぐらいしか経ってないけど、もうやばいって言葉出てきてんの。やばい。え、店のオープンが今日8時なのよ。あ、そうなんだ。8時なんだけど、うん、なんかナビの調子が今日良くなくて、ちょっと喋る余裕がないな今日。マジで。あれ、あ、そうなんだ。うわー、すごい。ちょっと撮って、あれ、え、見て、朝焼け。なんかもうどうでもよくなってくれな。
俺羽田どっかどうしよう、九州のオープンとか狙おうかな。いや間に合う、羽田に向かってるよこれ。それはそれで間に合わないから。何なんだよ、遠くなってるってこと今。遠くなってる、遠くなってるけど空港の近くの首都高だからもう戻ることもできない。ああそうなんだ。うん、あ恋人でも飛び立ってくれれば向かう意味があるんだけど。あそれで言うと俺昔の話しちゃおうかな。いいよお前の話長えから。俺の恋人が飛び立った、まあそもそも恋人でもなかったんだけど。じゃあ関係ないじゃないか。友達が飛び立った話しようかな。あの見送りに行こうと思ったんだけど、うん、なんか何だったっけな。ほらもうトークで何だったっけなって。ちょっと忘れちゃったな。いや朝だから興味がないよ。急に十何年ぶりの話、今パッと思い返してみたら、うん、あれどういう話だったっけなと思って今頭の中で整理しようと思ったら、下手すりゃお前見てる人こいつ嘘つこうとしてんじゃねえかって。やけにふわふわしてる。違う、こいつ YouTube の尺稼ぎに嘘つき出したんじゃないかって。違う尺稼ぎなんかしないよ。全く出てこないじゃん、おかしいじゃん。ちょっとね、多分遅刻かなんか、遅刻じゃない、なんかで遅れた、うん、なんだろうけど、ちょっと遠くでなんかが多すぎる。覚えてねえや。あとうるせえよ、こっち運転してんのに。いや、知らないよ。こっちはな、YouTube の尺稼がなきゃいけねえんだよ。ほら、尺稼ごうとしてんじゃないかよ。無理やり。さあ、というわけで、今日の新店舗のお店、はい、発表します、はい、サブウェイ。あー嘘、はい、俺好きじゃん。そうだね、野菜たっぷりサブウェイ。サブウェイです今回、はい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 、サブウェイさんの、うん、今日はそこは、うん、どこだっけな。誰も出てこないじゃねえかよ。大森か、大森山王店さんか。大森ね、はいはいはい。大森ってなんか海岸沿いにあるね。はい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 。大森海岸って言ってて。なんで今日はもうサブウェイの大森を狙います。うん、ああなるほど。はい。大森って違う大森でしょ。でももうパンパンにこう具材の入った大森サブウェイを。問題は、うん、その最初の一つは何を頼めばいいのかっていうのがあって。ああなるほどね。一応新店舗ハンターですから、うん、一番どれ野菜を狙おうと思ってるんですよこの。いやそれは小石田農場行った方が早いよ。一番どり野菜だったらサブウェイを一回いろいろ通して切ったりしてるから、うんうん、小石田農場行った方が一番どり野菜を食べれるよ。いやサブウェイの一番どり野菜ですから、うん、でも一人しか食べれない。もしかしたら、うん、小石田農園のものがサブウェイに行ってる可能性もゼロではない、うん、行かない。あんな信頼のできない農園の野菜が一流企業のサンドに使われるわけがない。ちょっと後日談喋ってくださいよ。後日談ね、うん、まあ見てくれてる方は分かると思いますけども、うんね、あの初めてのタイムス3号 YouTube チャンネル大型コラボ、大型コラボ小石田純一チャンネルね、はい、小石田農園、はい、で我々コラボした時に、うん、登録者数がね、もともとは300人ぐらいだったんですけど、はい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 、もう今2300とか。ありがとうございますって言ってきたあいつの目ドルの目になったのも。念願の収益化がドルマークの目で。このチャンネルの皆さんがいっぱい言ってくれたんだろうけど、うん、そうね、いや喜んでたってすごく、うん、だから開いた時の手もうかがうまくなってて、うん、ドルエンディってなってたよ。トレンディじゃなくてドルエンディ。あもうそんなにドルと円が入ってるからね。あどっちもドルエンディだからね。為替入ってるからちっちゃい。じゃあちょっと相場によっては右手が上がったり左手が上がったりするわけだ。ドルエンディちょっと円安の時円下がったりするから下がったりするのね。今円下がってるからなめないほうがいいよ。俺なんかいろいろ見てたら、うん、この自分らのコメントのとこに、うん、小石田チャンネルから来ましたって人もいたよ。、うん、あこんなチャンネルあるんですね、小石田チャンネルのやってまいりました。ありがとう。もうすぐそれこそ70万人が見えてきましたよ。そうだね、70万、80万、100万で金の盾、うん、で井口的にはもう金の盾もらったらもうあと捕まるだけだから。ウエストランドのな、そう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 、 M1 の優勝ネタな。そうなんですよ。そうですよ。あれに昔俺ら単独で最後に10分長尺のコントやってたし。いやだからそれバレないようにやっぱり井口に捕まらないように活動しないと、ね、我々も。えちなみに何食べたいの俺。ファースト朝野菜が食べたいってこと。うん、だから俺はちょっと今日はあんまり乗れてないってなる。やっぱりそのゴールに野菜が待ってると思うと。いや別に小石田農園もそうですけど。いいじゃねえかよ。でもそんな俺でも、うん、やっぱ最初のね、うん、一番どれ野菜はうまいんじゃないかと。なるほど、うんうん、ちょっといろいろ見てみよう。そうね、うん、あなんか、うん、カスタマイズに迷われたら店舗スタッフにおすすめでとお伝えくださいだって。うん、おすすめでだって。食わねえ方がいいよお前って言われるかもしれないよ。お前もう食わねえ方がいいよこれ以上。お前ちょっと太ってるしもう。お前のおすすめはねちょっと歩いてこいよって。食わないことだバカ。ウォーキングだっつって言われる。よしそれ行ってみるか。はい
500円ちょうだいって言われて、ああ有料で金取んの今のアドバイス。あ、じゃあそれ行こうかな。ファー、うん、その店のファ最初のおすすめ。サブウェイってあれなんだよね、地下鉄って意味じゃないんだよね。ああ、そうなんだ。知らなかった。うん、どういう意味だろう。それは忘れたんだけど。あ、違うんだ。そう、俺と地下鉄だと思ってたら、うん、なんだっけな、日本人はそのイメージだよな。ちょっとそれ調べてよ、うん、なんだっけな。1965年アメリカのコネチカット州。コネチカット州って何、増えた最近。いや、増減とかないでしょ、あんまり。あった、コネチカット州なんて昔から。あるでしょ、聞いたことある。一番好きだよ俺、コネチカット州。え、アメリカの中でいつか行きたいなと思ってよ。何州が好きだって。コネチカット州。何有名なの、コネチカット州は。コネチカットカステラとコネチカットうどん。長崎みたいなとこなの。そうだよね、コネチカットって。コネチカットの人たちが。え、アイオワ州とかさ、あんま知らないな。コロラド州とか有名だけど、テキサス州とか。それマイナーだな。コネチ有名人とか出てる、コネチカット出身。出てるよ。誰、あのイグジットのコネチカットとか。いや、カネチカね。全部カネチカ、ね、コネチカット州。コネチカ君じゃないからね。コネチとか。カネチね、それね。全部ジェラードンのそこ出身だよ。カミチね。さあ、つくよ、そんなこと言ってない。うるせえな。お前が変なこと言うから。つくよ、みあったー。え、来た来た来た。マジ右上右上。うわ、来た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 。あ、鼻出てる鼻出てる鼻出てる。人は、人はどう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 だ。いない。あー、でも中になんか人いたぞ。あれ、オープニングスタッフなのか。いなかった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 。だよね。牛角の時、俺たちの前を阻んだ牛歩戦術おばあちゃんもいなかったし。はい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 。あ、いけんじゃん、ここ。これが今何分前、今。あ、でも30分前。あ、ちょっと迷子しながらな。まあでも、まあでも今いなかったから。うん、いないんだとしたら、すり切りギリギリに並びたい。辛いから。いや、そんな甘いは入れちまう。そんな、いない、いない、そんな甘ちゃん。誰もいない。本当にちょっと誰もいないんだとしたら、もう開店5秒前に並んで。それは親が責められますよ。育て方どうですかっていう。さあ、来ましたよ。来た。さあ、行きますよ。いや、行く。もうもう時間がない。いや、さっき見た感じいなかったでしょ。いなかったいなかった。いやだな、この時間で取られてたら。中に人いたけど、多分店員さんだと思うんだよな。はいはいはい。うん、もうよ、横綱の花道じゃん、もう。背中がちっちゃいの、それ。やばい、赤だ。よしよしよし、来た。あ、やばい、人いた。やばい、やばい、誰か行った。やばい、やばい、誰か行った。やばい、やばい、マジで行った。やばい、やばい、マジで行った。やばい、あれ並んでじゃん。やばい、あ、関係者だ、よかった。あ、入った。危ねえ、危ねえ、中入った。危ねえ。危ねえ。超ドキドキした。危ねえ。あ、いけ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 、よしよしよし。早いね、相変わらず。相変わらず早い。でも決して走らないというね。いやいや、こっからゆっくり。こっからもライバルがいないと思って、どう思うと。花道、見てください。ご覧ください。ウィニングラン。はい、ここから見てください。ここからゆっくり見る。王者の貫禄。頼むぞ。奥に並んでくれ。頼むぞ。頼むぞ。そこじゃないぞ。わー、ストレッチ並ぶんかい。王者の貫禄。一応ね、一応滑っても動じないという王者の貫禄。どう、ライオンキングみたい。いいね、いいね、プライドロック。あ、すごい。うわ、来た。ついに、ついに来れた。ついに。来ました。じゃあ並びますよ。はい。どうぞ。オープンの綺麗、店内めっちゃ綺麗。すごいね。ああ、めっちゃ目立ってるけど。ちょっと目立ちすぎだな、俺。目立ちすぎだよな、ちょっと今。15人ぐらいにこっち見られたな。あのあいつってもしかしてみたいな空気出てない、大丈夫。ちょっとね、うん。一応関、うん、がいつも地方でしてるスタイルして、うん、一応これで待ってる。余計怪しいだろう。余計危ないな。すごい、みんな見てくれ。ルール違反はしてないから。ルール違反してないよね。もちろんもちろん。でもサブウェイさん的には、うん、あの一番に太った人が来るとうちの店食べると太ってるんじゃないかってイメージがつくから、あの、すみません、ルール違反です。なんでだよ。あの、企業側の意図と違うので。え、うわ、おはようございます。今日は2、3
さん悪いと思う。兄さんだっていい加減してくださいよ。我々たまに YouTube やってまして、オープンの日に、この一番目で食べたいしという企画をやってるんですよ。まさに見てきた。え？今日私はあの、はい、七夜で売って、あの競馬肉の途中まで、途中まで見てきたんで、この後帰りにまた見ようかなと。本当ですか？兄さん！いや、やってる。来てくれたらいいなと思って。あ、来てくれたらいいなと思ってたんですか？本当ですか？で、僕これあの、なんですけど、トミーファームの野菜とかも好きなんで。地元の俺の高校の同級生の同級生なんで、なんか、波及してる。いや、ちょっとすごい、代表もいらっしゃるっていう。代表もいるって。あと、ちょっと説明しますと、今いらっしゃった方が、僕の高校の同級生に富澤っていうのがいて、これはトミーファームって農場やってるんですよ。やってる。で、そいつが僕もそうなんですけど、二十歳ぐらいの時に、落合南長崎のファーストフード店でバイトしてたと、その時の同僚らしいんですよ。へー。だからたまたま今つながったんですよ、その、あの富澤を介して。あ、なるほど。サブウェイのイメージと真逆だったな。おいなんだ。いや、なんてことないですけど、サブウェイのイメージとはなんか長くな感じの、幸せそうな方だったなっていう。それはそうだろう。そう、なんかここからは発言に気をつけるなぜならマックス代表までいるから頼むぞ。ちょっとことがでかくなってきた。なんか今中の方が、今朝まさに見たばっかりだっつって言って YouTube を、たまたま山さんがあの私物を売って、そう、競馬やった時のイクイノックスで撮った時だろ。しかもそれ途中までっつったから、まだイクイノックスで撮ったこと知らないから。バラしてやろうぜ。ネタバレ、ネタバレさせてるので本人が。あれ撮りましたよ我々。いやいや言うな言うな。どうする最初の注文。何だっていいんだろうけど。何でもいいしお前ワンチャン、代表におすすめ聞くってパターンあるのこれ。まあそうだよな。代表って何あれでしょ。ここの地域の代表どうする。いやわかんない。コネチカット州から来てるから。いや覚えてたなお前。当たり前だよ。俺一番好きだっつってんだろ。コネチカさんって可能性ある。コネチカさんの可能性ある。コネチ、コネチの可能性あるから。もうおじいちゃんだよ。いや俺はだからもうここまで来たら、あの取り繕ってくれた友達の、友達の友達に聞くってもあり。なるほどなるほど。ファミファームっていう農場。ぜひ皆さん。これもちょっと。あ、でもすいません、うち小石田農園入ってるんで、すいません。関係ないよ。すいません、うち小石田農園とズブズブなんで失礼します。いや個人的に俺トミーファームの方が。いやすいません、うち小石田農園完全に。はい。あ、いいんですか。いらっしゃいませ。はい。おもりさんの店のグランドオープンします。わあ、グランドオープンしました。グランドオープンした。やったー、グランドオープンした。やったー、やったー。おめでとうございます。ありがとうございます。いいですか。おめでとうございます。じゃはい。初めてゲットいたしました。失礼いたします。すいません。じゃあいただきます。すいません、記念すべき一人目のお客様に我々鳴らさせていただきます。はい、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。失礼します。すげえ。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。あ、すごい、いい匂いする。いい匂い。新品の匂い。すいません。うわ、嬉しい。わ、おめでとうございます。みんな買い物の方だ。すごい。立ち会えた。はい。サブウェイさんって、迷った方に、なんかおすすめって聞いていいって書いてあったホームページに。その、あれはあるんですか。あります、はい。で、まずサンドイッチ選んでいただきまして、はいはいはい、でその後あの、おすすめっていただきますと、パンとか、野菜とかおすすめで、はい、そのお付けいたします。エビアボタンはこれをおすすめで、なるほど、はい、そういうことか。で、パンとかそういったものをおすすめですけど、はいはいはい、ご自身のおすすめっていうのは、なんか今日だけでの席にこう、なんかどうした、中水さんの好きなの。私のおすすめは、ローストビーフのダブルミート、はい、俺それにします。プラス、はい、チーズトッピングを2つ、はい。ずいぶんファーストから特殊なやつ。中身とスペシャルしようかな。じゃあ俺それします。いいんじゃない。ローストビーフのダブルミートにチーズトッピング、はい、スライスチーズのトッピングを2つ、2つ、はい、でお願いします。パンの種類選びください。おすすめはどれですか。おすすめはですね、先だとミートになります。はい。あ、じゃあ ミートで、はい、ウィートですね。はい、ウィートです。あ、ウィートで。ミートはもう頼んだね、あなたも。あ、そうか、また肉で挟む。ローストビーフ頼んじゃったんで。ウィートってのがあるんですね。そう、ミートじゃないで、ウィートね。そうそう、それ。ミートじゃなくて、ウィートでした。それそれそれ。じゃあ僕それにします。僕はスタンダードな、エビアボカド。エビアボカド。はい。ウィート焼いてる。うわ、チーズ、トロトロじゃん。トロトロじゃん、チーズ。こんなとこちょっと見て。ローストビーフのドロトロウィートで、はい。めっちゃトロトロじゃん、ほら。これ初めてのローストビーフです、この店。一発目のローストビーフ。一発目。
ね、これが俗に言う中溝スペシャルでございます。中溝、はい、ここに来て中溝スペシャルって言っても来ませんからね皆さん。そうですね、ファーストフレッシュ野菜出た。うわー最初の、うわー最高、すごい。野菜はこちらでよろしいでしょうか。野菜の方、はい、ありがとうございます。はい、さあというわけで、うん、来ました。最初の1本、すげえ、すごいですね、すげえ。さあ、ね、来る道中で何を頼むか迷いましたけど、うんうん、結果中溝スペシャルをないんだよそんなものそんなもの正式なメニューじゃないんだよ。でお店の中溝さんのおすすめの兄弟のね、私の兄弟のブラザー、はい、見てください、ローストビーフダブル、チーズダブルです、うん、だからだよ。いや最高、見てください、すごいな。いやめっちゃお腹すいた。俺はどっちかというと野菜を美味しく食べてほしいのよ。いやもちろんもちろんもちろん、頑張って食べますよ、うん、頑張って野菜食うなよ。野菜も美味しく食えよ。どう食べたらいいの、これでいいの。いやまあかじりついてくれよ、そのまま。うわ、好きなように食べてくれよ。いいですか、嬉しい、うん、じゃあいただきます、うん、はい。どうですか、朝一の最初のサブウェイさん。うめえ、初めて見たよこんなの。やったうまっ、あ、中身とスペシャルうまっ。よかった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 、うん、うわ、おいしい。うん、どうだ、うまいだろサブウェイも。めっちゃうまい、うん、これがこのお店の最初の、うん、最初の一本ですから、はい、ここからいろいろ何十年歴史がねきっと紡がれていくでしょうけども、一番最初のですから最高ですね。はいはいはい、ちょっと日本のジブリのオロゴール流してください今。ダメですよ。ダメですよ。感動ですよ。一気にダメな VTR になるんで。うわ。ダメですダメです。うわちょっと気持ちはコネチカット州ですよ本当に。コネチカット州の本場だって多分もしかしたら知らない人いるかもしれないからね。本当。働いてらっしゃる方も。これ一番人気？エビアボカド一番人気。人気生って書いてあるね。はい。これ。ういった。バジルソースが大好きで。うんうん。これがめちゃめちゃ美味しいの。うまっ。あ、美味しい。エビとアボカドやっぱ一番うまいよ。うん、うん、今回卵トッピングしてるから。はいはいはい、はい、よし、ちょっと見たかっこいいしだな、おい。これが野菜だよ。あ？なんで怒られてんだ、あいつ。うん、美味しい。うまい。ちょっと大盛りの朝が変わりますよ、今後皆さん、はい、ぜひもしよかったら皆さんこちら来ていただいて、うん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 、それぞれの誰なんだっけ、中澤さん覚えてるじゃん、誰も覚えてる、中溝さんね、中溝さんね、はい、それぞれの中溝スペシャル堪能してみてはいかがでしょうか、うんうん、ぜひあなたの街のオープンにもまた訪れるかもしれませんので、うんうん、何か新情報ありましたら皆さんぜひお願いします、はい、はい、待ってろ、これ近っこしゅう。